2006年の J リーグディビジョン1もこのゲームを入れて残すところ10試合となりました。 J リーグディビジョン1第25節、ヴァンフォーレ甲府対ガンバ大阪、舞台は山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場です。ご覧のように雨が落ちています。解説は元ジュビロ磐田監督桑原隆さんです。桑原さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実況中村義明でお送りしてまいります。さて、ガンバ大阪が24試合を終えた時点で、こういった点取り屋にも今日のゲーム注目なんですけれども、なんといってもガンバは首位の座を守ることができるのか、そしてヴァンフォーレ甲府、戦績のいいこのホームで今日もたくさんのファンの方が見に来ていますけれども、その前で上位のチームを叩くことができるのか、その辺も注目です。今前半の45分がスタートしました。左にエンドを取りましたホームのヴァンフォーレ甲府、そして白いユニフォームのガンバ大阪、右にエンドを取っています。右から左に攻めていきます。桑原さん、ここです。そうですよね、肩でいってますね。やっぱりね、格闘技ですからね、サッカーね、やっぱこのくらいいかないとね。今のプレーはまさに格闘技でしたねそうですよね。さあ、ヴァンフォーレ甲府フリーキックのチャンス、スコアはまだ0対0です。うわ、面白いボールだ、ヘディング、ビジュー先制、ヴァンフォーレ甲府、ビジュがフリーでした。あ、そしてこのビジュダンスいや、そしてサポーターも大喜び。今でもビジュがフリーになりましたね。これね、多分山内ですかね、ついてたと思うんですけど、はい、リプレイが出ますが、ここでフリーになります。あ、7番遠藤がついたんですね。その遠藤がちょっと前にですね、ポジション取ったんですよね。山口もいましたね。山口と遠藤がいたんですよね。先にあのビジュについていたのは遠藤で、もう PK かと思いましたけれども、はい、PK という判定ではありませんでした。今マグロアベスがピッチに戻りました。去年は大分で18ゴール、その前も大分で11ゴール、毎年コンスタントに結果を出しているマグロアベスです。アディショナルタイムに入ってすでに1分が経過。さあ、ラストワンプレーになるか。重原が足元でボールを受けます。キープして杉山、重原、杉山、ラインを割りました。前半終了の笛です。1対0とヴァンフォーレ甲府がリードでハーフタイムを迎えていますけれども、今映っているこのビジュのセットプレーからのヘディングシュート、アシストはこの新井でした。桑原さん、前半を振り返ってみていかがだったでしょうか。はい、そうですね、先ほどお話したように、やはり甲府の守備が光った前半じゃないですかね。ガンバはなあの二川もここはアピールしたいところでしょうね。そうですね、後半がスタートしました。ヴァンフォーレ甲府対ガンバ大阪の一戦、右にエンドを取ったブルーのユニフォームがヴァンフォーレ、ここから早く攻めたいですよね。重原が落として林、そしてワンツー、重原、前に山崎、左にバレー、重原、いや、追加点、ヴァンフォーレ甲府、重原武人、個人技で決めました。がっくりと肩を落とすのはこの人、宮本恒安。誰も行かなかったですよね。重原が中央突破、まさか重原もね、あそこまでフリーになると思ってなかったと思いますよ ね。ここからですよ、ずっとでしょ、これ明神が追っかけて、これ山崎がね、苦労したんですよ ね。それにちょっと宮本がこう、あ、確かに釣られましたね、ますよね、はい、それでフリーになって、指示くれもちょっとね、戻り遅かったですけどね。ここは前から詰めている、はい、ウルノ、はい、いや、杉山ですね。そうですね、あーっと、追加点、ヴァンフォーレ甲府、いや、石原、これ指示くれ
まさか石原があそこまでこう詰めてると思ってなかったんでしょうね。いやーちょっと集中力が切れていたか。まさかの3失点です、ガンバ大阪。そうですよね、これでシュート打ったんですよね、弾いて、これもうシンプルにね蹴っとけばよかったんですけど、つなごうとしたんですよね。石原のかかとシュートになりました、まあ、あの自分で打ったというよりもそうですね、当たってしまった、ね、当たった、当たったって感じですよね。でも石原がそこまで詰めていったことがね、やっぱりゴールに結びついてますから。そりゃそうです。いやこの1点は大きいですね。ガンバは前節川崎フロンターレを相手に4対0と圧勝しました。相手のマギルンが一発レッドで10人になってしまうというような状況ではありましたけれども、攻撃力が爆発しましたが、今日このゲームは3点のビハインドということになっています。そうですね、遠藤、甲府は今まで通りのディフェンスができるかどうか、さあ正面小さい、おっとバンドだ、バンドですね、バンドが決めた、バンドはこれで6試合連続ゴール、そしてここ13試合で14ゴールということになります。ガンバ大阪のクラブ記録に並びました。エンボマ・アラウージョがマークした6試合連続ゴールと肩を並べています。あ、この辺ね、この辺りね、バンドらしいシュートですよ ね。いやこれね、入れられてまだ1分2分ぐらいしか経っていませんかね、はい、そういう意味でやはりこの1点は大きいですよね。で次ですよね、次は1点ですよね。そうですね、甲府はね3点取った後ね、まあ、ワンツーだ、さあどうだ、おっとまだあるぞ、中に折り返してマグナーベース、その裏二川、1点差、ガンバの波状攻撃が実った、激しい点の取り合いになった。そしてこの後半2ゴールを返したガンバ大阪。いやその前キーパーがねよく防いだかなと思いましたけどね、家永ですね、ここですよね、はい、ワンツー家永のシュートね、阿部がよくね右足で防いだですけど、この後の二川あれだけ人数いましたからね、4人ゴールの中に3人入ったんですけど、これ家永のところでね、はい、決められなかったんで、ああと思ったんですが、そうなんですよね、さあすぐに藤ヶ谷が前に運んでいく、ゴール前まで持っていけるか、いや気合の入っているところで甲府、ね、そしてタイムアップだ、バンフォーレ甲府ガンバ大阪を打ち合いの末に下しました。いや守って勝ったんではなくて打ち勝ったというところに価値があるんじゃないですか ね、うん、そうですね、本当にね甲府はやはりこの大声援を受けてね、はい、本当最後まで集中切らさずよく戦ったですよね。自分たちのサッカーを最後まで貫いての集